共和万歳と書かれたイラスト。中央の人物は、五色の中華民国国旗を掲げている1912年から1928年までの中華民国の国旗。五族を象徴する五色からなるご族共和は、中華民国北京政府が掲げていた漢族、満州族、蒙古族、海及びチベット族の五民族の協調を歌ったスローガン。 中華民国北京政府を象徴する民族統一を目指すためのスローガンとして北京政府の国旗五色旗と関連づけて考えられた。ただし五色のどの色がどの民族に当たるかは公式に定められたことはない。五族共和はもともと革命派のスローガンではなく立憲派が革命派のハイマン論に対抗して提唱した五族不可分論を起源としている。侵害革命勃発後、 各省代表が中華民国の成立について話し合った際には中華民国のスローガンとして採用された。五族協和は1912年元旦に中華民国が成立した際に孫文が南京で行った中華民国臨時大統領就任演説でも掲げられていた。この臨時大統領就任宣言において官万網改造の処置を合わして一刻となし、 漢万毛改造の所属を合わして一人のごとくする。これを民族の統一というと孫文は述べている。しかし、孫文自身は臨時大総統就任時と北方で演説した際にしかご族共和には言及しておらず、北京政府と対決後はご族共和は誤りであったと主張し、もっぱら大中華主義による同化主義を進めていくようになる。なお孫文はそもそも五色旗を嫌い。 国旗制定論総時には中国同盟会の聖天白日記を採用するように主張したが却下されている。新朝の生態は五族のそれぞれが別の国家とも言える。生態を維持し、新朝皇帝はその五つの生態に別個の資格で君主として君臨するという一種の同君連合であった。そのため、漢族社会に深く溶け込んでいた満州族を除くモンゴル。 西域ムスリム社会、チベットの実質参加国は、漢族による中華民国政府の統治下に置かれることを良しとせず、新朝皇帝権の消滅をもって独立国家であると主張した。漢女巻90の王恩女のつてでは五種の民族としての意味ではなく、多くの親族という意味で五族が使用されている。漢字が同じであっても、1915年刊行の次元では五族を 漢万毛改造、ダメジョー五族と説明しており、上記の意味で用いられていることが明確である。片岡はじめただし、侵害革命期の五族共和論をめぐって、中国近代史の諸問題、国書観光会、1984年、村田裕次郎、中華民族論の系譜飯島渡る、村田裕次郎、久保徹編、シリーズ20世紀中国史一中華世界と、近代、 東京大学出版会2009年小野寺志郎国旗国家国慶ナショナリズムとシンボルの中国近代史東京大学出版会2011年ありがとうございます